モーニング娘。トゥートゥーの加賀カエルと横山玲奈がお送りしているハロステ。このハロステが配信されているのが12月7日ということで、はい、いよいよ今週末12月10日にモーニング娘。トゥートゥー 25th アニバーサリーコンサートツアーシンギントゥーザビート加賀カエル卒業スペシャルが日本武道館で行われます。はい、日本武道館はねたくさん公演させていただいてますし、うん、思い出のたくさんある場所ですけれども、はい、私がちょっと思い出に残ってるのが、うん、私たち加入発表されたのが武道館だったじゃないですか。はい、でこう一番セットの一番上から出てきて、でこう階段を降りてみんなのところに行くっていう流れだったんですけど、はい、私もめっちゃ緊張してて、そうなの、ド緊張してて、うん、本当その時の景色は本当正直覚えてないくらい、うん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 、で早くみんなのところに行って挨拶したいから、うん、この階段をすごい勢いで駆け下りたんですよ。でその時のメンバーさんにもっとゆっくり歩いてきていいんだよみたいな、こけるかの勢いで降りてきたもんだからすごい心配をさせてしまってうんうん、うん、その時ちょっと恥ずかしかったな、やり直したいなってちょっと、あーなるほど、もうちょっとゆっくり堂々と、まあね、最初緊張するからね。そう、みんな緊張するよね。緊張する、そういうもんだよね。だって私もその加入発表の時の日本武道館のその挨拶の時に、うん、なんか特技、うん、をなんか披露した記憶がすごいあって、はい、ジャズダンスが得意だって言って、うん、踊ったんですよ少し、はい、あれ恥ずかしい。今思うとね、やっぱり約6年前ですから。そうですね、そう、なんかあの頃よりかは、うん、まあさすがにねダンスも成長したと思うので、うんうん、今の自分がその加入発表の時の自分のダンスを見ると、うん、うわ恥ずかしいって思う。あでもいい思いですね。そうですね、今思えば、うん、本当にとてもいい武道館公演だったなと思います。はい、時は、はい、ということで12月10日に日本武道館公演で私は卒業させていただくっていうのと、まあ、ツアーファイナルっていう締めの公演でもありますので、うん、みんなで気合い入れて頑張りたいと思います。武道館の会場、そして生中継ライブビューイングで、お待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。